おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルサブの時間でございますですよ。さあ今日はですね、何をやってるのかって言ったらですね、いよいよですね、外出自粛要請がですね、解ける日も近いというわけでございまして、ハンター株のですね、メンテナンスシリーズとしまして、まずはタイヤでございますですよね。リアタイヤの溝がですね、本当にですね、残りめちゃくちゃ少ないというわけでございますので、今からですね、タイヤをですね、発注しに参ります。先ほど申し上げました通りですね、ロングツーリングする日もですね、近いというわけでございまして、何はなくとも先ほど申し上げましたってですね、タイヤが大事なんですよ。一番大事なのはタイヤで、チェーン清掃とオイル交換をしたらですね、もう長旅にできる、まあね、長旅にですね、旅立てるというわけでございますので、今からですね、バイク屋さんにですね、向かってみたいなっていうふうにですね、思うわけでございます。雨降ってきたね。まあ、近いんだ、バイク屋さん。で、右ウインカーをつけまして、レッツラゴーでございます。いつもでありましたらですね、おじさんですね、横浜ベトナム製のですね、激安1本2500円っていうタイヤをつけていたんですけど、言っちゃ悪いんですけど、あれめちゃくちゃグリップするんですけど、すぐパンクするんですよ。だからね、今回はですね、パンクしにくいタイヤをですね、きちんとバイク屋さんで発注して、すんげえ雨降ってるな。そしてですね、あれでもハンター株にですね、不具合がですね、あるところがあるかもしれませんので、バイク屋さんに見てもらおうと思います。やっぱりプロにですね、きちんとですね、見てもらった方がですね、いいなっていうふうにですね、おじさんは思うというわけでございます。というわけでございまして、おじさん行きつけのバイク屋さん、すぐ到着するジオファクトリーさんにですね、到着いたしました。こんにちは。いつもお世話になってるんだ、ここ本当に。はい、というわけでございましてですね、バイク屋さんからですね、今ですね、帰っております。結論的にはですね、リアタイヤとフロントタイヤをですね、ミシュランのパイロットストリート2っていうものにですね、履き替えるようにですね、発注をいたしました。プラスこの中に入っていますですね、リムバンドもですね、ちょっと傷んでおりますので、リムバンドもですね、交換しようと思います。これで前後タイヤがですね、一番懸念していましたロングツーリング時のですね、心配事のタイヤはですね、クリアしました。でだ、愛媛県じゃない、高知県でですね、おじさんがですね、パンクした時にですね、アクセルシャフトのですね、このボルトがですね、入らなくなった、このネジ山がですね、バカになったみたいな話をやっていたじゃないですか。だからこのシャフトもですね、新品、ボルトとともにですね、これをですね、発注をかけさせていただきました。前々から気になっていましてですね、ちょっとこれも外装を外すのがめんどくさいと思っていましたエアクリーナーなんですけど、まだ大丈夫でした。そこもですね、点検していただきました。ありがとうございます。プラスですね、いろいろお話を聞いているうちにですね、おじさんですね、モト DX プラグのですね、7番ってやつをですね、一番劣化をですね、上げてるんですよ。イリジウムプラグにしてね。で、まあいろいろ話をしてですね、あまり詳しくは話さないんですけど、いずれですね、標準プラグの6番ですよね、純正状態、これにですね、プラグをですね、変えてみたいなっていうふうにですね、思っております。バイク屋さんにタイヤを交換してもらうというわけでございますので、あとはですね、チェーンですよね、こいつに関しましてはですね、自分でメンテナンスをですね、きれいにですね、やっていこうかなっていうとですね、それで長旅の準備がすべて整います。というわけでございまして、本日はですね、ハンター株のですね、ロングツーリングに向けてですね、タイヤを発注してきましたっていう、そういう動画をお届けいたしました。ではでは。